皆さんご機嫌いかがでしょうか。夏休みに入った子どもたちが大勢見受けられます。さあいよいよ J リーグセカンドステージが始まります。さてこのセカンドステージを制するのはどのチームでしょうか。ヴィッセル対シエル、本当に楽しみな対戦ですね。実況はおなじみの安塚博士、放送席には J リーグで活躍されました水沼貴さんがいらっしゃいます。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。シエル、絶対にゴールを許さないというシステム、システムは 5-3-2 です。福永、巧みなボールさばき、絶好のチャンス、打った、決まった、シエル先制ゴール。試合が動き出しました。先制シエル、決めたのは川本、芸術的なシュートを見せてくれました。VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。川本、相手ディフェンス陣の一瞬の隙を突いてのゴールです。もうこのパスで決まりましたね。こういうのキラーパスって言うんですよね。ここ以外にはないというところを狙ってましたね。手元の時計で15分が経過しています。シエロ、勢いがあります。浮き、センタリングのチャンスだ。キーパー1対1ゴールイン。手元の時計で15分が経過しています。シエロ、1点をもぎ取りました。監督も喜んでいます。VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。川本、これは嬉しいでしょう。
いい形でゴールに持ち込んでますね。いいところに蹴ってますよ。手元の時計で20分が経過しています。シエロ、ここからどういった展開を見せるのでしょうか。右に短く出します。ゆっくりと上がります。壁パス、福永、巧みなパスワークで上がります。本村、ここからチャンスになるか。本村、巧みなボールさばき、絶好のチャンス、打った、入った、エクセレントゴール。手元の時計で20分が経過しています。シエロ、1点をもぎ取りました。監督も喜んでいます。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。浮き、ゴール前、うまくパスに合わせて得点です。この一つ前のプレーで決まってましたよね。いいパス出しましたよ。もうこのパスで決まりましたね。ここで前半戦が終了。0対3、シエル3点のリード。水沼さん、前半をご覧になっていかがですか。多分このままいくとは思うんですけどね。手元の時計で10分になろうというところ。シエロ、さあここからどう攻め上がるのでしょうか。右へ、完璧なタイミングです。ゴールに迫ります。おお、押し込んだ、ゴール。手元の時計で10分になろうというところ。シエロ、チャンスを逃しませんでした。決めたのは8番VTR 上がったようです。今のゴールシーン、もう一度、8番絶妙なパスからゴールを決めました。いいパス出しましたよ。やはり豊かなイマジネーションを持たないとこういうプレーは生まれませんね。手元の時計で15分になろうというところ。シエロ、大量リード、さすが、完璧なタイミングです。福永、右から徐々に詰めていきます。ダイビングヘッド、これが決まった。後半15分になろうというところ。川本、きっちり決めました。絶好調、ハットトリックです。監督も喜んでいます。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。絵に描いたような絶妙のセンタリングでした。ここに走り込むまでの動きが素晴らしいですね。こうダイレクトに合わせられるともう相手はどうしようもないですね。後半23分、体で止めに行った。ここでカウンター、こうだ、右サイド待っています。浮き、そのままゴール前まで走り込む、蹴った、あとボールこぼれた、ゴールゴールゴール。後半25分になろうというところ。シエル、1点をもぎ取りました。川本、きっちりと決めてゴールイン。 VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。川本、いいところに張っていました。シュートを枠に打つっていうのは基本ですからね。ディフェンダーのチェックが遅れたっていうのが幸いしましたね。ここで試合終了。結果は0対6、シエル大量ゴールを奪い勝利しています。シエル、幸先いいスタートを切りましたね。これでますます盛り上がっていくんじゃないですか。
放送席、解説は水沼貴史さん、実況は安塚博士でお送りいたしました。水沼さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう、さよなら。雨となっています。シエン、幸先のいいスタートを切っています。今日の対戦相手はパープルさん。このまま突っ走ってほしいものです。実況は私、安塚博士。今日の試合解説は木村和司さんにお願いしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。カクテル光線も乱反射をしております。前半開始直後、シエン無難な立ち上がりを見せています。この位置から打った、クロスボールか、シュートチャンス、決まった、シエロ先制ゴール。試合が動き出しました。先制シエン、決めたのはウキ。芸術的なシュートを見せてくれました。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。浮きゴール前、うまくパスに合わせて得点です。あとは待って合わせるだけといったいいボールですね。
理想的な形ですね。前半9分シエン1点のリード。さあ注目しましょう。左に出します。これは予想外の展開だ。ゴールに迫ります。なんと奈良橋、これは悔しい。手元の時計で20分を回ったところです。シエン勢いがあります。パープルさんがボールを奪うことができません。慎重に運んでいきます。シエロ左から展開します。絶好のチャンス、パッと上げた、押し込んだ、ゴール。手元の時計で20分が経過しています。シエロいい形でゴールを奪いました。チャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。本村、見事なボールコントロール。いやー興奮しますね。本当にやめなきゃよかったと思いますよ。もっともっとやりたかったですね。サポーターはたまらないでしょう。たまらんでしょう。ここで前半戦が終了。2対0、シエン2点のリード。木村さん、前半をご覧になっていかがですか。この調子ならまだまだ点は取れるでしょう。というところ、シエン勢いがあります。パープルさんが決まった、ミラクルゴール。後半3分、キーパー悔しがっています。シエン1点をもぎ取りました。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。絵に描いたような絶妙のセンタリングでした。いやーすごいですね。これは非常に美しいゴールだと思います。もう芸術ですね。手元の時計で5分を回ったところです。シエロこのピンチをしのげるか。ここは見せ場です。さてどうしますか。シエロここでパスの目を積んでおきたい。福留一人で行くのか。あーっとまだチャンスは続いている。打った、これは悔しい。後半10分、シエロさあここからどう攻め上がるのでしょうか。浮き、さあシュートできるか。蹴った、まだボールは生きている。ゴールゴールゴール。手元の時計で10分を回ったところです。キーパー悔しがっています。シエン1点をもぎ取りました。VTR 上がったようです。今のゴールシーンもう一度。川本いいところに張っていました。ここへ来ての集中力は見事ですね。ゴールへの執着心がこのプレーを生みましたね。後半20分、シエロ全く容赦ありません。右サイド徐々に上がっていきます。スライディング、あーっとここで笛。どうやらキッカーは浮き。20分が経過しています。シエロ1点をもぎ取りました。反則も
も喜んでいます。 VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。川本、いいところに張っていました。ここへ来ての集中力は見事ですね。ゴールへの執着心がこのプレーを生みましたね。ここで試合終了。結果は5対0。支援大量ゴールを奪い勝利しています。木村さん、最後に一言お願いします。いやー、選手たちの真剣さ、そして手を抜くようなことのないいい試合でしたね。放送席解説は木村和司さん、実況は安本浩としてお送りいたしました。木村さん、お疲れ様でした。どうも失礼しました。それではこの辺でごきげんよう。さよなら。さようなら。皆さんご機嫌いかがでしょうか。夏本番となってまいりました。本日は J リーグセカンドステージ第3節、レイソル対シエン、注目の一戦です。実況はおなじみの安塚博士、放送席には J リーグで活躍されました水沼貴史さんがいらっしゃいます。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。
どうやらシステム的には532という守備的な布陣です。横山、田中、肩を入れてきました。さてどうしますか。ディフェンスの様子を伺っております。体で止めに行った。ゴール直前でなんとか阻止しました。前半8分、ああどうしたんでしょうか。これはカットされます。ここでカウンター、こうだ。キーパー1対1、あーっとまだチャンスは続いている。決まった、シエロ先制ゴール。前半10分になろうというところ、シエロ先制のゴールを決めました。川本、チャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。川本、こぼれ球にうまく合わせてゴールをゲット。シュートの枠に打つっていうのは基本ですからね。ディフェンダーのチェックが遅れたっていうのは幸いしましたね。手元の時計で15分を回ったところです。ボールはシエロ、ここは監督の声に応えたい。川本、大きい、かわした、無難につないでいきます。オープンスペースを伺います。新谷、巧みなボールさばき。シエロ、絶好のチャンスを潰しました。ここで前半戦が終了、0対1、シエロ1点のリード。水沼さん、前半をご覧になっていかがですか。もう1点取れれば大丈夫でしょうね。後半15分になろうというところ、シエロ徐々に相手陣内に攻め込んでいきます。巧みなパスワークで上がります。通った、絶好のチャンス。徐々に詰めていきます。逆サイド使えそうですね。浅野、ペナルティーエリアまで行くか。後ろに出した浅野、クロスボールを上げるチャンス、ヘッド、キーパーなんとか防ぎました。手元の時計で20分が経過しています。ファール覚悟か。ここでカウンター、新谷、川本、川本、ゴールに迫ります。打った、あーっとまだチャンスが続いている。入ったー、エクセレントゴール。手元の時計で20分が経過しています。シエロ1点をもぎ取りました。浅野、きっちりと決めてゴールイン。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。浅野、こぼれ球にうまく合わせてゴールをゲット。シュートの枠に打つっていうのは基本ですからね。ディフェンダーのチェックが遅れたっていうのは幸いしましたね。後半も残すところあと5分、シエロ、さあここから、おお、スーパーエクセレントビューティフルゴール。後半残りあと5分、浅野、ダメ押しのゴール。全く容赦ありません。VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。絶妙なパスからゴールを決めました。フォワードがまるで操り人形のようにパスを受けてますね。本当にいい仕事しますね。後半ロスタイム、シエロリードを広げることができるのでしょうか。注目しましょう。
左に短いパス。じっくりと様子を伺っております。浅野、巧みなボールさばき。浅野、ゴールを目の前にして止められました。ここで主審のホイッスル、試合終了です。試合の結果はご覧の通り0対3、シエン大量得点でこのゲーム制しています。水沼さん、最後に一言お願いします。次の試合はもう目が離せませんからね、皆さんもぜひ競技場に足を運んでください。放送席解説は水沼貴史さん、実況は八塚博士でお送りいたしました。水沼さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。失礼します。
皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。夏休みに入った子どもたちが大勢見受けられます。シエロ対ジェフ、注目の一戦です。実況は私、安塚博、今日の試合解説は木村和さんにお願いしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前半4分。どうしたんでしょうか。インターセプトされました。井上、突破を許してしまった。福永、中を見ます。素晴らしいサイドチェンジ、じっくりと様子を伺っております。左から徐々に詰めていきます。突っ込んできた。シエル、かなり守備的になっています。山口、ゴール前に切り込んだ。あーっと止められました。いけると思ったのですが。前半残りあと5分。シエロ、さあここからどう攻め上がるのでしょうか。新谷、上がっていきます。新谷、佐藤、肩の力を抜いて楽にいってほしいですね。大きくサイドチェンジ、大きいシュートチャンス。あーっと止められました。いいとこまで上がったんですが。前半も残すところあと3分。シエロ、このピンチをしのげるか。ここは見せ場です。スコルテン、右サイドを進みます。スコルテン、一旦後ろに下げます。エジロ、左に短いパス。スコルテン、上がっていきます。スコルテン、ディフェンス陣もほっと一息といった感じ。ここで前半戦が終了。両チームとも無得点。木村さん、前半振り返っていかがでしょう。いつ点が入ってもおかしくないと思いますよ。試合再開です。後半開始直後、シエロ、後半はどのような戦術を取ってくるのでしょうか。橘、右サイドを進みます。おっと強引、手元の時計で15分になろうというところ。シエロ、ここからどういった展開を見せるのでしょうか。厳しいマークだ。浮き、ゴールを目の前にして止められました。手元の時計で15分を回ったところです。両チームとも無得点。シエロ、ここはしっかり守っていきたいところです。松原、センタリングのチャンスだ。どうしたんでしょうか。インターセプトされました。後半22分、両チームとも無得点。さあ注目しましょう。立花、川本、さてどうしますか。絶好のチャンス、決まった。シエロ先制ゴール。後半22分、シエロ先制のゴールを決めました。立花、チャンスを確実にものにしました。 VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。シエロ、素晴らしい連携でした。素晴らしいコンビネーションですね。素晴らしいの一言に尽きるんじゃないですか。後半終了間際、シエル、勢いがあります。なんと決まった、決まった、ミラクルゴール。後半ロスタイム、8番ダメ押しのゴール。全く容赦ありません。VTR が出ます。もう一回見てみましょう。いやー、いい
タイミングで決めてきました。いやーすごいですね。これは非常に美しいゴールだと思います。もう芸術ですね。後半終了間際、シエロ、このピンチをしのげるか。ここは見せ場です。右に叩きます。さてどうしますか。おっと強引にスライディング。ここで試合終了。結果は2対0。シエル相手ゴールを許さず完封勝利です。木村さん、最後に一言お願いします。まあ一つ一つ大切に戦っていれば結果は必ずついてきますからね。放送席解説は木村和司さん、実況は安塚ひとしでお送りいたしました。木村さん、お疲れ様でした。どうも失礼しました。それではこの辺でごきげんよう。さよなら。さようなら。サッカーを愛する皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。あいにくの雨となっています。本日は J リーグセカンドステージ第5戦。今の調子を大事にしたいところです。絶好調シエル、大
対するはセレッソ。注目の一戦です。実況はいつものように安田博史、解説は元日本代表の水島崇さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。前半8分、どうしたんでしょうか。これはカットされます。さてどうしますか。オープンスペースを伺います。大木、無難につないでいきます。川本、巧みなボールさばき。あっと、川本かわした、決まった。シエロ先制ゴール。前半8分、シエロ先制のゴールを決めました。川本、チャンスを確実にものにしました。VTR 上がったようです。今のゴールシーン、もう一度。これは止められたのでは？本当に頼りになりますね。やはり監督の信頼が厚いのもうなずけますね。シエロ、今日は 5-3-2 のシステムで臨んでいます。上がっていきます。スライディング、ここでカウンター。佐藤、浮き、キーパー1対1、まだボールは生きている。入ったー、ファインゴール。手元の時計で15分を回ったところです。シエロ、チャンスを逃しませんでした。決めたのは川本。VTR 上がったようです。今のゴールシーン、もう一度。川本、いいところに張っていました。シュートを枠に打つっていうのは基本ですからね。ディフェンダーのチェックが遅れたっていうのは幸いしましたね。前半21分、シエロ、ここはしっかり守っていきたいところです。左に叩きます。さてどうしますか。必死のディフェンス。手元の時計で25分になろうというところ。シエロ2点のリード。さあ注目しましょう。こうだ、うまく抜きました。右サイドからどういくか。そのままゴール前まで走り込む。シエロ、相手ディフェンスを破れない。手元の時計で40分になろうというところ。さてどうしますか。あっと、止められました。いいとこまで上がったんですが、よろけながらも抜きました。右に叩きます。まずは様子を伺うといった雰囲気。橋口、左に短いパス。あっと、インターセプト。ボールを取られます。佐藤、大きくクリア。ここで前半戦が終了。0対2、シエル2点のリード。水沼さん、前半をご覧になっていかがですか。安心できる得点差じゃないですよね。試合再開です。後半5分が経過しています。あっと、読まれていました。これはカットされます。じっくりと様子を伺っております。払いのけた。新谷、ロングパス。シエロ、このディフェンス陣をどう突破するか。ペナルティエリア内で張っている。打った、キーパーよく見ていた。
後半15分になろうというところ、シエル勢いがあります。セレッソボールを奪うことができません。立花通った、絶好のチャンス。浮きどう攻めるんでしょうか。ゴール前の混戦からどうするか。浮き入った、エクセレントゴール。後半14分、シエルチャンスを確実にものにしました。VTR が出ます。違う角度からもう一度見てみましょう。シエロゴール前の空中戦を制しました。頭で合わせてきましたね。いい感じのシュートですね。後半30分になろうというところ、シエロこのピンチを果たして切り抜けることができるのか。ボールさばき、打った、キーパーよく防いだ。手元の時計であと1分、シエロ守りに入る気配がありません。またもや攻撃に転じます。ペナルティエリア内で張っている、届くか、決まった、シエロファインゴール。後半も残すところあと1分、立花ダメ押しのゴール、全く容赦ありません。 VTR 上がったようです。早速リプレイに行ってみましょう。いやー、よく合わせました。彼はヘディングが強いですね。高いですね。後半終了間際、シエロ大量リード、さすが。さあチャンスだ、どこに上げるのか、打った、これが決まった。後半終了間際、川本きっちり決めました。絶好調、ハットトリックです。監督も喜んでいます。VTR が出ます。早速リプレイに行ってみましょう。川本絶妙なパスからゴールを決めました。もうこのパスで決まりましたね。こういうのキラーパスって言うんですよね。ここ以外にはないというところを狙ってましたね。ここで主審のホイッスル、試合終了です。試合の結果はご覧の通り0対5、シエル大量得点でこのゲーム制しています。シエル連勝しましたね。まさに波に乗り始めたというところでしょうかね。放送席解説は水沼貴史さん、実況は安塚博士でお送りいたしました。水沼さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。それではこの辺で失礼します。ごきげんよう、さよなら。
Mm-hmm.